ボルトはヤマハ発動機が製造販売しているオートバイの名称である。香港では派生車種にあたる SCR950 についても記述する。ボルトは日本国外専用モデルとなるミッドナイトスターの派生モデルとして登場した新型車種である。従来のローロングのクルージングモデルとは異なり、ロバースタイルを意識した車体構成となる。 クルーザーながらもネイキッドに近いスポーティーなモデルとなっている。なお、ヤマハ公式のアナウンスでは、北米及び日本市場に対してはクルーザーとの位置づけを行っている。他方、欧州向けとしては、XJR1300 や VMAX と同じ枠のスポーツヘリテージカテゴリーとし、クルーザーとは一線を隠した位置づけが行われている。2013年4月に、 北米向けモデルとして発売されたのがシリーズ第一弾となる。北米仕様の最大の特徴としてはサドル型フロントシートのみの短座となっており、数と乗り仕様である点が挙げられる。後に追加された C スペックにおいてもシート後方にシートカウルを装着して短座仕様となっている。日本国内モデルとしては同2013年12月に発売された。 国内市場向けのクルーザーラインナップとしては、XVS950 ミッドナイトスターが国外専用モデルであることから、初の 950cc クラスのモデルとなる。日本国内仕様では、北米仕様とは異なり、サドル型フロントシートは共通ながらピリオンシートの追加装備により、副座の二人乗り仕様となっている。また、後に追加されたシースペックにおいては、 シートカウルのないセミダブルシートが採用され、二人乗り仕様となっている。初期ラインナップは、標準タイプのボルト、ABS 装備タイプのボルト ABS、リザーバータンク付きリアショックアブソーバーとヌバック調シートを採用した、ボルト R スペック、および ABS 装備タイプのボルト R スペック ABS の4機種にて展開された。2015年モデルとして新たに、 ボルトシースペック及びボルトシースペック ABS が登場。セパレートハンドルと交代したステップ位置に加えホールド性の高いシート形状によりライディングポジションが前傾化されスポーツ性をさらに高めている。クラシカルな雰囲気を演出するホークブーツを採用するなどカフェレーサースタイルを意識したモデルである。社名の表記に関しては日本国内仕様は XVS950CU ボルトが正規表現となり、北米仕様ではボルト、欧州仕様では XV950 となっている。また、メキシコ仕様では XV950 ボルトであるなど、シムケッチにより名称に幅が見られる。2017年5月25日に通常仕様と R 仕様がモデルチェンジされ、ABS が標準装備となり、 エンジン出力は平成28年環境規制に対応しつつスペックが向上される。また容量と構造を見直した燃料タンクが搭載される。SCR950 は2016年に北米欧州市場向けとして発表されたモデルである。車体とエンジンはボルトをベースとしているがアップハンドルに換装して 座席シートを長くし、前後ホイールをワイヤースポークとしてトレールタイヤを装備したことにより、スクランブラーをイメージしたデザインとなっており、ベースのボルト同様にスポーツヘリテージとして位置づけられている。2017年5月25日より、日本国内仕様として SCR950ABS が発売された。ヤマハ発動機株式会社、ボルト、カラー本記事内で、 2013年モデルの車体色として記載される内容は、出展参照先のウェブ資料、ヤマハ発動機株式会社、ボルト、カラーの記載内容とは異なっている。同資料では、ボルトのブルーイッシュホワイトカクテル1には、ペールブルーメタリック J の画像を、ボルト R スペックのブラックメタリック X には、マットシルバー1の画像が、それぞれ表示されている。 APC y マハ発動機ニュースリリース2013年11月4日シンプルなスタイリングと軽快な走りがクルーザーの世界観を広げる新製品 XVS950CU ボルト及び XVS950CU ボルト R 発売ヤマハ発動機株式会社ボルト主要 AB スポーティテイストを楽しめる V ツインクルーザー XVS950CU ボルト CXVS950CU ボルト C を新発売ヤマハ発動機2015年2月5日ヤマハ発動機株式会社ボルト特徴紹介 AB ヤマハ発動機ニュースリリース2013年3月11日から新中期経営計画に基づく先進国向け二輪車新製品の第一弾新型クルーザーボルト 北米市場で発売モーターサイクルズヤマハモーターヨーロッパハットスポーツヘリテッジモーターサイクルズヤマハモーターヨーロッパヤマハ発動機株式会社ボルト C スペック特徴紹介ヤマハモーターでメキシコ SA で CVXV950 ボルト2014シンプルなスタイルで人気のクルーザーモデルボルト ABS ボルト RSpec ABS 2017年モデル発売カラーリングの変更フランジレス燃料タンクの採用ヤマハ発動機2017年4月5日全方位写真ヤマハ SCR950 オートバイアンドライドスクランブラースタイルをまとった941立方センチメートルクーレ V ツインエンジン搭載のスポーツモデル日常冒険に変える SCR950ABS 新発売ヤマハ発動機、2017年4月5日ありがとうございます。